マトラ MS670 はマトラが開発したプロトタイプレーシングカーである。1972から1974年のルマン24時間レースにおいて3連覇を果たした。本校では発展型の MS680 バイトについても説明する。エンジン周り。エンジン上部にあるのはインダクションボックス。1970から71年のルマンに。 出走した MS660 の後継者として開発。基本的なメカニズムはほとんど変わらないが、フロント部のホイールが15インチから13インチに縮小、リム幅がフロント11インチ、リア15インチに変更された。エンジンは新設計の MS72 が搭載される。1973年型はギアボックスが ZF から ヒューランド製の DG300 に変更される。エンジンの出力は475ビット HP、480ビット HP にアップ。ルマンで改良型の MS670 バイトが登場。MS670 との相違点は、リアホイールが13インチに縮小、それによりリアのブレーキがインボード化された。また耐久性向上のためポルシェ製のギアボックスが、 搭載された。1974年は MS670C にバージョンアップ。インダクションボックスが前年型より高く設定され、フロントのラジエーターインテークの形状が前年までのインテーク上圧らが緩やかな曲線上から直線型になり、ボディの細かいところに手が入れられている。エンジンは出力が490ビット HP11500。11, RPM にアップした MS73 が登場。ギアボックスは DG300 から200トルコリラに変更された。1972年型 MS670。この年は世界メーカー選手権には参戦せず、6月10から11日に開催されたルーマン24時間のみに参加した。上記3組が MS670 でエントリー。なお、 フランス人と他国人ドライバーという組み合わせの理由は、いずれかのマシンが優勝してもフランス人ドライバーが優勝ということにするため、ペスカローロ、ヒルシャのみ、ショートテール仕様で、他2台はロングテール。前線まで連勝を続けていたフェラーリ陣営が直前の6月1日になって参戦を見合わせたため、優勝の本命と目された。 予選では3台の MS670 が1から3位を独占。決勝では優勝候補のベルトワーズ組が首位に立ったが2周目にダンロップブリッジ付近でコンロッドが破損。アルナージュまで来たところで出荷してリタイヤ。エーモンは1回も走らずに終わった。レースはセベール組と首位を争ったペスカロロ組が優勝。 セベール組も2位に入り悲願のルマン初優勝を果たした。MS670 をドライブするフランソア・セベール1973年、ニュルブルクリンク 1000km。左がセベール車右がペスカロロ車真ん中はジャッキー・イクスのフェラーリ 312PB ルマンを制したことにより f 一から撤退、世界メーカー選手権のタイトル獲得のため、 本格的に参戦を開始する。ドライバーは、ベルトワーズ、セベール、ペスカロロの他に、ジェラール・ラルースが新たに加入。ジャブイユ・ジャンピエール・ジョッソーが、リザーブドライバーという布陣で臨んだ。前年のチャンピオンであるフェラーリとの一騎打ちが、注目されたが、フェラーリ陣営が73年型312、PB のロングホイールベース化によるアンダーステアに、 悩まされたのに対して5勝を挙げるなど早さでは、フェラーリを上回っていた。ルマンでも、フェラーリを下して2連勝を飾る。第10戦、ワトキンズ・グレン6時間終了時点でのポイントは、マトラが124点、フェラーリが127点と僅差で、フェラーリがリードしていたが、最終戦のブエノスアイレス1 0 0 0トルが、アルゼンチン国内の事情により中止され、 有効得点の関係でマトラがフェラーリを逆転して選手権のタイトルを獲得した。1974年型の MS670C。インダクションボックスが高くなっているのがわかるライバルのフェラーリがスポーツカーレースから撤退したためチャンピオンの有力候補と目された。ドライバーは自己死したセベールに代わって ジャンピエール・ジャリエが加入した他は前年と同じ顔ぶれ。初戦のモンツァ 1000km こそ落としたものの、ルマンデ、ペスカロロ、ラルース組が2年連続で優勝したのを含む9戦全勝で2年連続のチャンピオンを獲得する。しかし、シーズン終了後クライスラーが、レース資金の援助を打ち切ることになり、スポーツカーレースから撤退した。 1974年ノルマン24時間に MS670 バイトを元にして製作された MS680 バイトを投入。相違点はフロントにあったラジエーターがボディ側面に移設されたことである。ベルトアーズ、ジャリエグミがドライブしたが104周でエンジントラブルのためリタイア。皮肉にも一番初めに戦線離脱することになった。この後大発戦。 ポールリカール 1000km に持ち込まれ練習走行に出走したが、レースには登場せず、ありがとうございます。